次のアーティストをご紹介させていただきたいと思います。次は TK 美和さんです。憧れているアーティストは小室哲哉さんです。それではどうぞ。皆さんはじめまして、 TK 美和です。今日は本当 TK 美和として初ライブデビューなので少々緊張してますが、皆さん一緒に楽しんでください。それでは聞いてください。 TK 美和で桃源郷。
皆さんにもう一度大きな拍手をお願いします。さあ、客席にもペンライトが、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。素晴らしいお花もいただきました。歌ってみていかがでしたか？もうなんか感無量で、ですね、すごい泣きそうです。ちょっともう大きなコンサートを終えた気持ちになりました。本当なんか人前でこういうライブハウスで歌うのって初めてなので、うん、本当に半年前まではなんか全然まだ人前で歌うレベルじゃないよと思ってたのに、ついミュージックプラネット応募しちゃって今ここにいる。まさか自分がこのステージに立つとはっていう、なんか歌っちゃいましたっていう。でも素晴らしい歌声でした。ありがとうございます。そしてなんかね、すごく心に刺さる楽曲だったんですけれども、はい、今回この桃源郷という曲、はい、ね、そして TK ミヤさんとしての初めてのライブで初めてのオリジナル楽曲だと思うんですけれども、はいはいはい、この曲を作ろうという気持ち、はい、いろんなこういう風にしていこうという風にプロデューサーさんの方とこうお話をしていくと思うんですけれども、はい、その時どんなお話し合いされたでしょうか？はい、まあ、実は私小室哲哉さん TK のサウンドが大好きなので、はい、最初のプロデューサーさんへのリクエストはなんか TK サウンド、私特に香原朋美さん、ともちゃんのアイムプラウドが好きなので、こうシンセサイザー使って TK 風のテンポ速いやつってリクエストしたんですけど、その面談の時にちょっと歌ってみてくださいって言われて、私アイムプラウドとなだそうそう歌ったら、アイムプラウドよりなだそうそうだねって言って。なるほど、はい、でも歌声がねすごいもう柔らかくて透き通る声なので、こういう柔らかい楽曲っていうのはすごい魅力的だったなと私も思います。はい、小室哲哉さんもね、こちらに書いていただきましたが、香原朋美さんをプロデュースした時に自分の知らない魅力を引き出したというふうに書いていただいたので、はい、TK ミヤさんもミュージックプラネットのプロデューサーの方に引き出していただいたなっていう。本当ですね、はい、そんな、桃源郷ができて、このオリジナル曲を聴いた時にどんな印象を受けましたでしょうか？はい、プロデューサーさんにもう一つお願いしてたことがありまして、はい、私3月3日ひな祭り生まれなんですね。でひな祭りといえば、桃の節句なんですが、私3月3日に明かりをつけましょぼんぼりにっていう曲しか流れないので、ちょっとそれ以外の曲を作って20年後にも流れるよう なんか楽しいひな祭りの歌を作ってくださいって言ったら、ひな祭りよりなんか桃とかピンクのテーマの方がいいんじゃないかって言われたんですね。なるほど、はい、それでこの桃源郷ができて、いやもう衣装もね特注したんじゃないかっていうぐらい、特注されたんですか？ネットで探しました。中国製で。中国製で。はい。でもちょっと中華のね。中華風で。風で。はい。でもピンクで、ひな祭り感のぴったりの衣装を作られたのかなと思ってね。いえいえいえ、桃源郷一応ピンクっていうテーマなので、はい、はい、全部桃色に合わせて。トマト。はい。いうところからだったんですね。じゃあこの曲を、出来上がって聞いた印象はいかがだったでしょう？はい。じゃあプロデューサー面談の時に、急遽じゃあ桃とピンクで行こう、そうですね、桃の花とピンクで行こうって言われたので、はい、面談の後に近くのカフェに行って、3月3日といえばっていうふうにキーワード50個ぐらい書き出したんですね、で桃からなんか10個ぐらい経て最後桃源郷っていうなんかすごい壮大なキーワードにたどり着いたんですが、もらった時の曲のテーマがまず桃源郷、まさかぴったりと、まさか、で聞いてみたら、なぜ桃の花かというと、皆さん多分3月4月桜を見に行ったりとかねするかと思うんですけど、桃の花ってちょっと桜に比べるとちょっと地味なんですよね。で私も本当はこんな表に出る感じじゃなくて、普段も学級委員とかなんか生徒会役員とかキラキラ輝く桜のような人をもう裏で支えるみたいな感じなので、ちょっと桃をなんか普段は裏方の桃を前面に出した曲でお願いしたところ、私2番のこの人のために、なんだっけ緊張するとね、だったら忘れちゃう、なんか人のためにもうね涙しながら頑張ったっていう歌詞が本当に好きで、今日も気合い入れて歌っちゃいましたけど、そういうところまで本当全部織り込んでくれたので、すごいもう作詞作曲家さんもそうですし、プロデューサーさんもすごいって思いました。ミュージックプラネットの小室仁という
はい、素晴らしいところをプロデュースしていただいたという感じですね。はい、そんなですね、TK 美和さん、今後の活動予定、目標たくさん書いていただいております、はい、教えていただけますか。はい、目標3つありまして、まず1つ目が私仕事で SNS を使って地域や企業の PR をしてるんですが、ちょっとそれステップアップして動画と音と歌でなんか PR をするのをやりたいので、うん、まずはちょっと桃源郷のミュージックビデオを作りたいなと思ってます。なるほど。で2番目がその桃源郷の MV ができたら、今度はせっかく桃源郷って素敵な曲作ってもらったので、桃のなんかドリンクとか商品、あとは桃の観光名所の PR 動画に参加させてもらえたらなと思ってます。うん、で最後、歌詞にもあった大きすぎる夢なんですが、紅白の企画枠に出たいです。企画枠、はい、そういうのがね、あるんですよね。企画枠というのは、はい、紅白歌の前半後半に分かれると思いますが、その前半後半の間にある、うん、例えばテーマふるさととか、うん、そういうところで桃源郷とかとなんかふるさとを思う歌を歌って、うん、海外に住んでいる、そう、海外、私も転勤で海外住んでたんですが、海外に住んでると NHK ぐらいしか見れないので、もう本当年末のお楽しみということで、海外に住んでる日本人が紅白を見ていただいた時に、あ、日本っていいなとか懐かしいなと思ってもらえるような企画を NHK にしたいなと。いやいや、これはね、いや正直言って叶うこの着実性を私感じます。1個目の動画の PR か、それを PR に使ったこのね PR にして、そこからもう1個 NHK で企画枠で、またそのがね、ぴったりじゃないですか、この桃源郷で日本をアピールするっていう、はい、だからね、大きすぎると言わずですね、ぜひ叶えていただきたいと思います。はいはい、頑張ります。ぜひ皆さんも応援していきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは TK 美和さんにもう一度大きな拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お花を2つもいただきました。ありがとうございます。サイリウム振ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 TK 美和さん、お願いします。はい、今日はありがとうございました。私、今日はゆっくりな曲だったんですが、本当は TK の I'm Proud とかリズム速いのいっぱい歌いたいので、ちょっとこれからも頑張っていきたいと思います。Twitter で TK-MIWA もしくは奥田MIWAで検索すると Twitter やってますので、ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。